はい、今日ですねワットポーの前まで来ました。で、これからですねボート乗り場の方に向かおうと思ったんですが、今日結構電気ついてんなと思って見に来たんですよ。で、今からここ渡って行こうかなと思ったら大変なことがしかも水汚いし、あ、おっちゃん歩いてる。これ歩けるかな、皆さんどう思います、歩けますかこれ。ここワットアルンに渡る船着き場、現在こんな状態です。これひどいな、これですね。皆さんここのお土産屋さんが並んでたのご存知の方もいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。こんな状態です。もう橋桁する、あれ魚そこ、なんかその辺なんかピチャピチャ跳ねるのがあるんですけど、はい、ということで現場から、以上です。はい、 OK 行きましたね。それにしてもひどいですね。で、あれ分かります、船着き場の足場、あれ水位によってこう上がっていくんで、あそこだけは高くなってるんですけど、そこ行くまでがもう、これ今僕、あ、なんか泳いでますよ。なんか来てないですか、その辺。え、なんかその辺いますよね、なんか。2011年の時、木の橋ができてました。臭そう、オオトカゲいますね。絶対歩かない。行こう、橋の風になりますね。歩けますね、キタロチャンネルさん。明日には木の橋ができますよ。船着き場が冠水。乗り場使ってますね。大変なことになっております。多分道路で車は駐車ですね。ワニだ、角度が10度、船着き場の浮き橋、男は黙って突入、プレデター、餌あげれば手づかみで使える、やめた方が突撃、まさかの。いや、あの、なのでここによくね橋ができるのは分かるんですけど、もう多分そういうレベルではないんですね。前回来た時橋できてましたもんね。で、2011年もここ確かね橋できてましたけど、もうそれを凌駕する魚がいますもん、もうそこ。そこ魚いますもん。ということで使っております。残念ながらこの奥のですねお店見ないのレベルの前にもう大変なことになっております。これ冠水とかのチャウプラヤー川になってるってことですね、臨時でここはチャウプラヤー川になってると。これ多分そのさっき言われた橋桁みたいなのがこれです。ということはもう一つ向こう側の船着き場行ってみましょうか。どうなってるんでしょうか。